気になる？見えなかった。そう、今日は なんかクラゲみたいな、そうしてたんですけど、なんかピンが一つ五個ぐらい刺さってて痛くて取っちゃいました。誕生日、せいちゃん、おめでとうございます。そんな、しかもどうぞ、なんか多分髪が短くてイメージと違って、これは似合っているのかどうかと分からなかったけど、クラゲ、クラゲヘアっていうのかな、なんか流行ってる。クマさんっぽかった。めっちゃね、珍しかったです、今日の髪型。三つ編みしたらこんな感じ。うん、初めて見て一目惚れちゃいましたって、ありがとう。一目惚れ、そう、今日は誕生日言ってください。タジさん、おめでとうございます。今日は本当はお昼ぐらいに集合だったんですけど、あのね、何時か2時か3時ぐらいからイベントだったんで、3時かな、4時新種買いました、ありがとう。そう、昼のはずだったけど、なんかメイクさんが朝しか来れないっていうことで、朝集合してメイクだけ、この髪型だけねしてもらってメイクもしたんです。で4時間待機3時間
メイクの1時間なんか昼食って書いてあって、これ昼食スケジュールに昼食って書いてあるから、昼食ってなんかみんなで食べるかなと思ったら全然関係ない。ただみんな自由に食べてくれ。そうだけん、もうでもお腹が空きすぎて、そしたらで、そう米田行きたいなと思って言ったらなっちゃんも行きたいって言って、そう行こうってなって行きました。だけなんかもう結局稼働時間はめっちゃ長いけど、で7時ぐらいに終わったんです。べてでも6時7時になる前にもう終わったから、地味に6時、6時に終わるって結構早いなって。でもなんかもう8時とか9時のイメージあるよねって今って、でも6時なんだって。そうなんですよ。でも昼ご飯に食べたピザトーストが多すぎてもうね入らなくて、半分ねお持ち帰りしたんです。だからそれをね夜ご飯に食べました。プラススーパーでキムチ買ったんですよ、久々に。といってもちっちゃいキムチのなんか個包装ののがあって、白菜キムチ、めっちゃ美味しかった。やっぱキムチ美味しいな。うん、なんか辛さのレベルで言えば3とかだったんですよ。だから3かって、3って辛いんかなって思って食べたらそんな辛くなくて、ちょっと最近辛いのがね結構目に入るんですよ。結局この前も辛いラーメンが目に入ったけど、普通にラーメン食べた。辛いラーメン、気になる。キムチめっちゃ良かったです。久々にキムチ買った。最近買ってなくて。白菜キムチ美味しいです。あの焼肉屋さんのキムチとはまた違うね。これがキムチか。思いました。やっぱキムチはご飯のお供として最高ですね。
納豆ふりかけキムチですよ。最強のお供。TKG、卵は殿堂入りしたから最近。卵は殿堂入りですよ。明太子は、もう明太子も美味しいけど、パスタの方が好きかな。明太子おにぎりとかも好きだけど、パスタかな。明太パスタ。まあ、明太パスタか、なんか固めのパン、バゲットとか。明太フランス、明太フランス全然食べてないな最近。ないっていうのもあるよね。なんかなくない？でもちょっと今お腹いっぱいだから、ちょっとご飯の話はちょっと自分からしたくせに今急になんかお腹いっぱいって思っちゃって今多分今9分目だったのが、ご飯の話をしてイメージしたことでなんかその分食べてて10分目になったんですよ今。今ちょうど10分目になった。そう、なんかいろいろ考えてたら食べたことになるの急に来たよね。満腹になって、ね、びっくりしました。本当に私なんかもう考えるだけでお腹いっぱいになる時あるんですよ考えるか、もう美味しい匂いをが匂うだけでお腹いっぱいになるって。そう、いやそうなのよ。それがなんか中学生とか高校生の時にめちゃくちゃその力持ってて
そう、なんかご飯屋さんとかいっぱい入ってる道とか通ったら、焼肉の匂いとかラーメンの匂いとかいろいろしてきたら、もうその道を通るだけでお腹いっぱいになるから、なるべく匂わないようにして歩いていたんですよ。昼ご飯食べに来たのに、うん、その道を歩くだけでお腹いっぱいになるから。そうふん そうなんすごいでしょ、便利なんかな。私は食べたいからできるなら食べたいから。大変だったけどね、急にお腹いっぱいなんですけどちょっとギブでみたいになっちゃうからね、そういうの。でも確かに皆さんも時々なんか丸々だけで白ご飯3杯はいけますみたいな言う時ないですか？何々だけでし今白ご飯3杯いけます。言ってる時あるよね。好きだからこそ、好きなものを見るとそれだけで白ご飯なんかつけなくても食べれるってことでしょ。それだけで美味しいってことでしょ。匂いだけでいける派。おー、すごいね。へー、へー、もうその気持ちはわかるな。その気持ちになるよね。でもさ、一番私お腹すく匂いってなんか確かにご飯屋さん通ったりとかショッピングセンターとか地下街とか通ってなんかいい匂いして、よし今日はあれが食べたいなとか思うっていうのもあるけど、普通に道を歩いてて誰かが作ってるご飯の香りがしたら、それだけでお腹空いたり、今日はあれが食べたいとか、ちょっと変化球なものを食べたくなる。誰かが作ってるご飯はお腹すく。え、わかる？焼肉とかラーメンの匂いがでお腹すくのもわかるけど、そう、結局は誰かが作ってるご飯の香りは、うん、いいよね。それ、その匂いがある。どこかの、そう、家のご飯。煮物とかね、煮物屋さんってあんまないよね。てかあるっけ、本当に煮物屋さん。もうご飯の中のご飯。惣菜屋さんになるよね、定食屋さんとか。もうね、そう、とぼとぼ帰りながらさ、
そういうなんか誰か今作ったんだろうなっていう感じの香りしたら、なんかちょっとなんか切ないのと同時に、あ頑張ってんだなっていうのと、自分も自炊しようかなっていう気持ちと、ねえ、いやそうなの、なんだろう。でもあの匂いは多分フライパンを使ってんだよね、ガスとか IH 換気扇を通っていってる匂いなんだろうな。だからちゃんと料理してるんだね。私最近料理してもなんかなるべくガスを使わないようにしてて、できるだけレンジでやっちゃうから、結局私が自炊してもあんまりわかんないだろうな。でもちゃんとガス使ってお味噌汁とか作ってるのも憧れではあるよね。里芋とか揚げとかなんか入ってたら、それだけでおーってなる味噌汁豆腐とか入れてね。そういえば私いつも豆腐を鍋とかに入れるときってもう一人暮らしだから、もうねえそんなに関係なくね、ちょっとちぎって入れてるんですよ。見栄え気にしてないから。そう、切ってないの私。時短あるある。でも実際さ、やっぱりお味噌汁ってさ、ちょっとずつこうなんかさ、ちゃんと均等にこう切ってあって、でちっちゃい四角になって、これがお味噌汁に入ってるの。豆腐っぽいよね。丸ごと入れてもいいかもね上には上がいたみたいな。あれごと、いやそうなんや、ね、崩しながら一番いいかもそれそうなのよね。そう、確かにキャベツとかはキャベツこそちぎってもバレないかな。そうです、よくお母やんはこの手の上であの包丁で豆腐を切ってたのを覚えてんの。まずこう切って、で最後こう切ってら、ちょうど均等に四角い豆腐ができるっていう。それを見ていたからね。それやる？それが普通？まあ、これが本来ですよね。
そう、やっぱそういう一つ一つの手間が、ちょっとした手間が料理なんだろうな。でもね、別に今なんだろう、一人だからなんだろうね自分がこう食べれたらいいやっていうのもあるよね。までも自分のためにも見栄え良いものを食べるっていうのも一つ丁寧な暮らしでもあるよね。丁寧な暮らししよう。え、そうなの、誰かに作るってなったら頑張るかもね。頑張るかもっていうか、もう頑張りなさいって感じ。さすがにね、喜ばれるのは好きなんですよ私。人に、喜んでもらいたいなって思ったら、この高尾さやかでもいっぱいいろんな品数作るかもよ。5品とか、今日のご飯はこれだよって言って、そして次の日には一品になるかも。あれ？一日で一日坊主なんで やってみたくて、一回やってみたかったんだよなって、でもやったからってフフ一日坊主なんで。配信は1700日ぐらい続いてるけど、1772、あ、じゃあもうすぐで1800か。ね、あんまりそう、私何かを続けるって、まあ続けようと思ったら続くけど、すごいですね。なんか漠然とすごいなーって、数字がすごいなーって思うけど、別に自分のことはすごいと思わないけど
なんかその数字がすごいですね。5000いくかな。5000、5000日って、私何歳なんだろう。5000って15年かかる15年か、確かにね。でも結局私そうお披露目からやってるから、いろんな日にちしなかった時もまああるけど、なんとなくその一緒に歩んできてるからね。だからまあ数えやすくはあるよね。私がアイドルを始めてからもうすぐで1800日ってこと。5年か。うん、数えやすい。だね。だよ。うん。アイドル。歴でもある。そうそう、配信の日がね、配信日がね。確かに賞を取ったことね、未だにちょっとあんまり信じられない。しかも2年連続取ったよ。未だに信じられない。で確か2年連続、うん。しかもね、なんかそう、イベントとかもね、積極的に参加したっていうわけでもないけどね。やっぱり配信はそうだね、配信でファンになってくれた方は多いかな。うん、ショールームイベントに出たのは ショールーム選抜が初めて。初でショールーム選抜。そう、ナイーブさんとの。で、今年の1月 ?2 月か。今年ですよ。2月に写真集イベントの2回ですね。あとはなんか配信でアピールとかはあったけどね。2回。あれ今年なんだな。PR 舞台の期間に押すしかないやになったって。へー。
ですね。今日イベント。だからそうそう、なんか設定が変わる前1回とあと1回しましたね。1日で。だよね、年末がない。アイドルになって変わったこと、なんだろう。自分ではあんまり変わったなってのは、変わったんだろうな。変わったんだろうなっていうのはあるけど、自分自身はそんなに、どうなんだろう、変わってないかな。結局なんか根本的なものとなんか時々出てくるし、変わったのかな。少しずつ何かできるようになったりとかはありそう。親友ちゃん的には変わったって言ってよ。こんなにそう明るくなかったっていうか、って言った気がする。悪くなかったっていうか、もうなんか立ち姿からして自信が違うって言って、確か。多分昔の私はもっと下向いて歩いてたし、多分もっとどんよりしてて、って感じだったのかな。そうそう、どんよりどんより。そうだよ、そう。でも未だに街で歩くときは目があったらちょっとちょっとあんまり変わりませんね、そこら辺は。ちょっと見ないでって。そこ変わんないんだよね。
見ないでオーラ出しちゃう。うん、私をね、の存在をね、認知しないで。そうなっちゃう。20年間ね、そうだったからね。この前、昨日、一昨日とかなんか、とんでもなく目が合ってたんですよ。もう自分わかんないけど、なんか道行く人が私のことを見てる、なんかみんなと目が合うみたいな、なんだこの日と思った。なんでみんな私の目を見るの。私が変だったってこと？私が見てるから？で、しかもその日なんかレモネードが飲みたくなって、そのレモネードとかレモンスカッシュとか売ってあるとこに並んでたんですよ。でなんか私の前の方が3つぐらい注文してて、レモンスカッシュとレモンのなんか飲んでて、でそれ待ってたら、で、あ、自分の番だと思ったら、いつの間にか別の人が私の後ろをスッて行って、そこに並んで、あ、レモンスカッシュくださいみたいに来て、えと思って、私ここにいたんですけど。ここにいた、え、ずっと待ってて、ここ3分5分ぐらい待ってたんですけどって思って、しかも店員さんもなんか私が並んでたことを知ってたかなって思ったけど、店員さんもいらっしゃいませ、どうされますかみたいな、店員さんも私のことが並んでたこと知らなかったんで。完璧に横に並んでたんだけどな。ちょっと存在感存在感、え、だけど、まあこういう時もあるかと思って、でその後なんかいろんな人と目があったから、なんかどっちみたいな、私の存在はあるのないのっていう、あるのかないのか、どっちなのか。
私的には、列に並んでるのは分かってもらいたいけど、歩いてる時に見られたくはないだからその時はもう逆だったんです。全部私の思いとは全部逆だったんですよ。そんなことがあったな。でもそう、最近のカナエピね、みんな私のことは気にしないでっていうのが私のプライベートなんですけど、アイドルになったら気づいてになるから結構難しい。逆を生きてるから。めっちゃ反対でしょ。これが私の光と影なんです。歌詞にもあるでしょ。ちょっと解釈違うかもしれん。アイドルの時の私とそうじゃない時の私。だからその境目に立つと息が止まるという。確かに街でサーヤンがいる、意外とね、意外とっていうか皆さん的には急に街中、自分がいつも通ってる場所とかそこに私がいたら信じられない。最初はヒロ駅とかあったらさ、なんかありえるやん。あって、あ、広島だからみたいな。でも普通の皆さんがいつも通ってる場所とか気づかん。そうだよね、いると思ってなかったらびっくりするよね。でも推しメンだったら気づくくない？えって、一瞬横をさ通ったらさ分かる。でも実際ね、なんか私メンバーって遠目でちょっと気づくっていうか、あれメンバーかなっていうのがある。いやそうなんだよね。
なんか自分がでもそうアイドルになってなんか思った。歩いて逆の方から歩いてきてて、あれメンバーかなと思ったらメンバーってこと結構あるね。あね、普段の格好を知ってるからか。モデル歩きはしてない。全然モデル歩きとかはしてないし、そんな派手なわけでもないけど、多分感覚とか多分一緒にいるからわかるのかな。そういうもんか。うん。なんかさ、家族にさ、似てる人いたらさ、なんか笑っちゃうんだよね。特に似てる人を街中でさ見かけたことある？いやごめん本当に、いや本当に申し訳ないんだけど、最近私の家族にめっちゃ似てる人いて、なんか見すぎてて逆になんか面白くて笑っちゃったんだよ。しかもそのそれがなんかエスカレーターを降りてて、だから私でその似てる人、似てる人がこうやってこう降りてまた降りる時回るやん、その時に毎回顔が見えるんやけど、その瞬間に似すぎてて、もう一回目はえって思ったんよ。最初は初めて似てる人に見たわと思って、でどんどん2回目にやったらなんか本当に似とるなって、で3回目も似すぎやろみたいな感じで、似すぎやろ、笑って、本当に申し訳ない、申し訳ないけど、そう、どうしてもじわじわそう来ちゃいました。いや全然本人じゃないけどめっちゃ似てる、びっくりしました、びっくりした。え結構貴重かもね、だっていないもんね、意外とっていうかいないですよね、なんか自分とか家族に似てる人ってあんま出会わないですよね。笑っちゃうほど似てたんですよね、顔が一緒、目がちょっと違ったよね、目だけ、もう目以外は一緒、会ったことない。なんかもう、うん。すごいよね。いやすごかったわ。旅先ね、旅先で見た。似てる人。一瞬えって思うけど違うな。自分に似てる人に会いたい。ちょっと顔見て笑うってすごい失礼だけどね。
自分に似てる人会いたい、会ってみたい。確かに似てるって似てる人って多分笑い方も一緒なんじゃない？もしかしたら笑い方も一緒だって。声が違うみたいな。うん、ね、芸能界にいる、いる、いらっしゃいますかね。でもそ、確かにそっくりさんっていらっしゃいますもんね。なんか番組でありますもんね。そっくりさーんって、ご本人登場ですって。声似てる？私と声似てる人に会ったことある？でも時々なんかサーヤンと似てる、似てる店員さんいたよみたいなのは。コメントで見たりするけどね。うん。自分なんかよく行ってるコンビニの店員さんがサイハルに似てるみたいな。知りたい。おもろいんだけど、共有して。本人じゃありませんが。興味持ったのおもろい。どこだろうね。自分も行きたいな。それなら自分も確認しに行きたい。でもそういう時に限ってさ、休みだったりするよね。今日だけ休みでみたいな。確かにそっくりさんね。自分の友人の職場に似てる子おった。結構似てる人いるのかな。じゃあいるのか。まだまだですか。ちょっと雰囲気とかなんか顔のパーツが一緒っていうか似てたら、それだけで、あ、似てるなってなるものではあるよね。あ、なんかちょっと笑った時の笑顔が何々似てるみたいなのもあるしね。いや、そうなんだよな。自分も待ってみたいな。でも写真似てるとかもあるよ。写真で見たら似てるけど、実際やったら全然違ったとかあるよ。うん、そう。
そうなんだよな。奇跡。うん。確かに写真で見て可愛いと思ってさ、直接さ会ってさ、あれみたいなの結構つらい。そうさせたくはないな。写真で見て可愛いし、直接会っても可愛いがありそう。確かにテレビはね、テレビ確かに加工ないもんね。そのまま映るよね。サーヤン嬉しいです。確かに、なんか直接可愛いねって言われますね。に言えるかもしれない。なんか直接、なんか直接の方が可愛いって言われるかもしれないです。写真より。あんまり言ったらね、ちょっと槍が来ますから。過ぎたね。そうだよ。でも自分のことも、ライブのパフォーマンスとかも自分で見れないからね、そこがなんかわかんない。身長高いと思ってた、めっちゃ言われますね。友達がサーヤの透明感すごかったって言ってた。友達が？ありがとう。透明感ってすごい嬉しいな。私透明感あるの？すごい。もうなんか時々そうライブしてるの、アイドルオーラあるって言われたら嬉しい。ああ、大学祭で、初めて見たって嬉しい。ハッピーオーラ、ハッピーオーラある。私アイドル
ほんとゆるいダンス。ほら隠してる。さやごろさやごろさん透明感すごいって言ってた。さやごろさんすごい。私のパフォーマンスは綺麗なのか。すごい最高最高。つりけんさんありがとう。最高とめっちゃ可愛い。ありがとう。嬉しいな。クルージングありがとう。ありがとう。最高、そう、最高っていうのもあった。限定か。そうやん。つりけんさんありがとう。最高メッカは。本当に来てよかった。素敵な思い出作れた。最高に楽しかった。ありがとうありがとうすごい嬉しい言葉連続。褒め褒めです。今日は、9時半、9時、いつから配信してるっけ。9時11。ありがとう。いつもよりかは早めなんだ。
確かに、なんかもう23時っていうイメージがあるね。ところ何の話したとか、あ、そうだ、やっぱりオーラね、オーラの話ねオーラの話だった。オーラ、だからそう、自分のことが見えないから分かんないんですよね、どんな感じなんか。でもなんかダンスの先生的にはこうダンスって2タイプあって、ビートかメロディーかっていう。ビートでダンスする人とメロディーでダンスとか表現する人がいるっていう。それでなんか好きなダンスとか多分分かれるんですよね。私はメロディーです。完璧にメロディーって言われたなんだろう、ちゃんとこうリズムがあるんですけど、ってよりかは私はこの音楽で表現したいなっていう。ゆっくりだったらゆっくり動くとか、早かったら早く動くとか、一定ってよりかは変えたり。君やめるでおもろい、君やめるでってね、ダンスの先生曰くね。ビートは多分一定なんですよね。でもメロディーの人はあんまりないって言ってた。メロディーで動く人はなんか多分表現を大事にしてる。だから音とハマってないダンスとかはめっちゃ苦手。ハマってないから、それはする。音とこうダンス、腕上げる瞬間とかなんか動き方がハマってるのはめっちゃ好きなんですよ。
ダンス曲、ビート曲苦手かも。全然乗れないかも。STU ダンスはほぼメロディーですよ。てか全部メロディーなんじゃないってぐらい。そう、ダンス、なんて言ったらいいんだろうな。多分ロックとかはめっちゃビート、ドゥイドゥイビートかも。ちょっと苦手。ネムハもルーマンはビートだと思う。だって音楽とダンスね、あんまり合ってない気がするもんな。合ってるかな。思い出せてよかったとかめちゃくちゃメロディーだよね。風を待つとか、決まってないって感じ。なんかこのリズムが、なんて言うんだろう、っていうメロディー多い。ってよく言われとるね、 STU は特に結構自由なところが多いかな。合わせるとかは合わせたいですけどね、ここでこうするとか。思い出してよかったの振りはめっちゃ好き。最近全然してない。ダンスは好きとか分かれるよね。私が好きなダンスは踊りが
良いダンスですね。音をちゃんと掴んでたりとか、ちゃんとこの枠があったらこの枠全部使ったりとか、スパッスパッって切るのはちゃんと最後まで全部使って、という好きのがありますね。ね、歌もダンスもほぼマイナスから始まったんですけど、なんかね、どうなんだろう。マイナスから始まりましたよ。全然ゼロでもなかったよ。今も全然ダメだなと思いますし、今でも全然自己嫌悪なるし、まだまだですね。理想はそうだね、高いかな。でもそう、褒めてくれたりとか、そういう方々のおるけん頑張れてるかな。前までは何でもかんでも力を、あのね入れてたんですよ。力入れるって、その全力は全力なんですけど、音を出すときに内側から出すんじゃなくて外側だけで出してる風みたいなやってたんですよね。今は内側から出せたら今のは良かったかもしれないみたいな感じ。とりあえずもうなんか力、パワー系全部力出すよ、ダンスとから、とりあえず丁寧期間があって、今は何やろ今今はちょっと好きにしながらやってる。でもあんまりね、
自分が意識してること言いすぎたらね、ちょっとあこれかってなっちゃうから、サヤンが言ってたのはこれか。そう意識しちゃうからあんま言わんどこっと。ね、みんな確認したよね。サヤンが意識してあ今のかなみたいな、もうすぐ来るぞみたいななっちゃう。いいなんか好きに自分が好きに好きな表現ができるってなんか幸せなことだなと思いますね。多分なんか演技するとかなったらやっぱりこうしたいっていうのはいろんな人にあって、それに私が合わせていくっていうのもあると思うけど、アイドルのパフォーマンスは自分で完結してるっていうか、自分がこう届けたい、こうしたいっていうのが自分の領域っていうか、そういうのが幸せだってこと思うよ。時々そうゾーンに入った時に思うよ。表現者っていいよね。ゾーンに入った時のなんか世界はすごいですね。なんかその自分のそういうのがちゃんと伝わってるかわかんないけどね。伝わってるかわかんないけど自分はそのゾーンに入ってる。ゾーンに入ったら暗闇とかは星とか見えて、天井暗いから本当に星空みたいに見てる。とかね、そうなんか照明さんがね、曲によって色も変えてくれるから夕焼けとか朝日とかそういう風に見てるかな。ライトとか波の音が聞こえたらみんなを波にしてる。あの先が地平線か。かわいさんって誰？そうです。時々ね、そう皆さんをね、海にしてるから。
とか、なんかそうやって自分が見てるものを変えるだけで世界があるのが楽しい。とかあとなんだろう、歌詞とか、に沿って変えたりとかしてます。歌詞すごいぞ。あんまり言い過ぎたら意識しちゃうけどね。私が暗闇で好きな表現は欲しいものといらないものが見境つかなくなって手を伸ばしてしまう若さはっていうところがあるんですけど、そこで振りがこう後ろに行くときは腕を下げて前に行くときは腕をこう上げてるんです。この 1,2,3,4 なんですけど、ここで私はいらないものは捨てて、いるものは手に入れようと手を伸ばしてるっていうことをやってる。いる、いらない、いる。っていう感じでなんかやるのが好き。そういう表現が好き。そう、時々そういうゾーンに入った時に全然悪気はないんですけど、本当に数回しかないんですけど、時々ファンの方が目があったらしてる時はなんかあっちょっとブレて、ちょっとブレたなみたいな。そう。本当に数回ですね。ですけど、まあ、レス大事だけど暗闇目線もね、目線もレスですから。目線もレスじゃないですか。
ドキッてするんですけど、私なんかそう自分がねファン側っていうか客席側に座ってアイドルさんのステージを見るときとかこっち見てると思ったらドキッてしますけど、そう、目があった、こっち見てるって思うけど、もうそこでもう自分がいや自分のことじゃないなとかなんか見てなかったとかいう方はメガネの度数を上げるかコンタクトをつけるかとちゃんとね見えやすくして、見えやすくしよう、絶対目に合ってるもんな、だって思ったもん、私客席に座ってこれ今見てるって思うもんな、こっちかなって、いやそうなのよメガネ、メガネをね度数上げる。でも実際思ったけどさ、ライトとか見たらさ目がなんかちょっと暗まん、どうなんだろう、目がチカチカせんのか、スポットライトとかのさライトでさ時々ファーってなるやん、演出とかで眩しい時あるよね、でも私も時々ライトがなんか太陽とか星って思って見ててその瞬間目がなんか見えなくなった時はあるが太陽だって思った後にあれちょっと目がみたいなって時はあるね、あれなんかちょっと目があって真ん中がちょっと光がみたいなそうって時あるよ、ネワエン見るべきじゃなかったみたいな、気をつけます、目がってなっちゃうから、でも結構やっちゃうんだよねそれ、世界に入ってで見た見えん、次のライブあでも今土曜日で来週っていうか次の水木ですね、ふうわうわ、うん、
山口です。早くゾーンに入りたいんだけど、自信なくなったらゾーンに入れないんだよね。そう、急に自己嫌悪高尾になったら、今度の花だれ14と23は3や。そうリオツン生誕祭と小島愛子さんですよ。小島愛子さん本当にマジか。マジか。マジかよ。寂しい。信じられないな。だってそうだ、ね、私たちの出会いは最初のレッスン場の隅ですか。高崎綾子結成の時、あやさんもね、いまだに信じてない。そうですよ。なんか会話がちゃんとできる人々がどんどん寂しいですね。
ありがとう。見送りましょう。ここで見送ろう。幸せになれって言って、ニレ、あ、ニレも見送るあるんだ。大好きな人もあるん。ニレってさ、大号泣ソングですよね。なんか思ったんですけど、大号泣ソングじゃない？なんか最初、あ、いい曲だなーと思ったけど、だんだん聴けば聴くほどさ、これ大号泣ソングだ、もう泣いちゃうよって。大好きな人も泣くけど、いや深かったね、見る深いね。離れたくがないと言ってたのに、夢と現実は違うでしょ。とんでもないわ。春夏秋冬はまだね、大号泣ではないもん。もう公演の曲にもなってるしね、二期生ソングだけど。そうか、春夏秋冬ももう離れてるのかな。もう離れた後なんか、見ればもう離れた感じだけど、見ればね、やばいですよ。あれはずっと4人で歌ってほしい、歌い続けてほしい。なんかあの 2.5 期の4人って本当にずっと4人でいてほしいよね。あの関係性でずっと。4人ってのがまたね、いいのかな。絶対書けるなっていう、ね、本当にいい子たちですよ。
確かにね、 STU になる前か仲間。確かに確かに、そこがまたね普通とは違うよね。2では 2.5 って感じがするし、菜の花ドラさんさんって感じがするし、ユータリダツは3期生って感じがするし、春夏秋冬も2期だけど、いろんなとこでね、もう歌っとんのよね。すごいな、春夏秋冬で浜田レ公園とかも歌うし、なんかフェスとか6人編成のフェスとかでも全然歌うし、 PR 舞台でも歌ってたし、6人バージョンも7人バージョンも16人バージョンも12人バージョンもきっとある。でもみんないい曲だねって言ってくれる。春夏秋冬。神様ね、ね。でも誰かといたいとかもね、なんか、うん、よく歌う。やっぱめっちゃいい曲だし、なんかやっぱりオリジナルメンバーの感じが強いとね、そうなっちゃうけど、もう今やそう歌い継がれていくものに、だけどね、江川のチャンスとかね、神様とかもめっちゃいい曲だから歌いたいけどね。でも笑顔のチャンスは難しいんだよな。なんかすごい
いい曲だけど難しいんですよね、あの振りもやし歌も。神様もね可愛いよ。ね、もうオリジナルメンバーだね。結局そうだね、オリジナルメンバーって強いけど永遠にオリジナルメンバーで歌うっていうのはね、やっぱり叶わないことなんだね。歌い継いでいくのだ。うん。そうだよね。でもそう、なんか笑顔のチャンスと神様は特になんか、ね、選んでもらってできた曲やけんってのもあって、なんかもう残っ そのオリジナル面で残った人がしか歌えんみたいなのなんかあるよね。普通に選ばれたっていうのとまた違うものが、めっちゃいい曲だし、みんなも聴きたいだろうから披露したいけどね。懐かしい。PR 舞台。名前すごいね。もう馴染んだけど、もう馴染んだがすごいな。今年も
あと2ヶ月ですが、来年はどうなるんだろうね。どうなるかな。でもそう、いい年になるって思ってるからね。今年はいろいろありました。いいね、春夏秋冬こうやって過ぎていくのだな。私がメンタルやばかった時って去年だっけ？去年か。今年じゃなかったよなと思って。もう1年半も経ったん、あれから。あれからっていうかマジか。そんなに経ったの、すごいね。よく持ち直したな。あ、そうだわ、そう、自信ない、そう、メンタルが厳しい時に写真集の撮影もあったんですよ。そうだわ。早いな。回復したのいつだろうね。いつ回復したんだろうな。確かに髪切った頃くらいで、なんか切り捨てようとしていたよね。そこら辺からちょいちょい戻っていったかな、なんかステージ上でも。で、そうだ、今年の3月ぐらいにめっちゃ変わったんですよね、未来が。そうだよ。そうだよ。自分の進む方向が
ギュインと変わりました。もう去年の時点では今年ここにいなかったかも。知れない。可能性あり。その可能性もあり。可能性ね。可能性。でもなんだかな。なんか変わりました。3月ぐらいに。やしね、すごいラッシュっていうか多かったし、ね、でも全然あの運営さんとかには言ってない。ぐらいの可能性でした。言うからには何だか早めに言わないとみたいな言われてて、なんかいろいろあるんだって。わかりましたって言って、でも言ってない。なんかね、言ったら夢もなんか自分から手放したみたいになっちゃう。自分の意志で叶えたいものは叶えたいなーって思ってる。だって青春は短いからね。ファイト。青春は短い。
閉じてきたんだ。楽しもうね。なんかこの日々を。こうやって春夏秋冬を過ぎていくのね。楽しもう。1年早すぎよ。1年間ほんと貴重だなと思ってるけど、その貴重な1年早すぎて。今日船の音って喧嘩めっちゃ揺れてる感じする。目の前がなんか揺れてる。すごいな船。めっちゃ揺れてた。トランポリンぐらい揺れてた。じゃあ、もののけ姫のあのなんか足で踏んでめっちゃ木を動かす。大勢で足を踏んでから
あ、タタラバ、そうそう、タタラバのあれぐらいです。あれが一番例えがいいかも。時々明日かぐらい。でめっちゃこうやってこうなってて、お見送り中とかも。でみんなで横一列に並んでて。でリネタンが、じゃ今から私が魔法で揺らしますみたいな。3、2、1、上がれって言って、その瞬間ちょっと揺れんくなったのがおもろかった。魔法とか言わんでも絶対上がるやろうと思ったら、全然急に波が落ち着いて、あれなんか落ち着いた。そう、なんか落ち着いたくないって、止まったくないって。昨日のリア充との、あ、そう、ポスト、一昨日か、あれを今日なっちゃんがしてた。サーヤンさんとご飯ようやって、リア充やきもち入れてた。やきもち、昨日のリア充との謎の会話、山賊の旗に、あの、ファミリーレストランって書いてあって、それ見て、リア中が、ファミリーレストランって書いてあります。で、やけん私が、なんかその時は、ちょっと、後から、ん?って思ったんですけど、私も、その返しで、本当だ、ファミレスみたいって言ったんですよ。そしたら、リア充が、ガスト。ってつぶやいたっていう。それを思い出して、なんか、面白かった。
か面白くない？結局ね、私もどういう返しそうそうそう、イメージ的にはそうそう、ファミリーレストランガストだったね。あとから思ってさ、ファミリーレストランのことを私がファミレスみたいって言ったのもなんかんって思ったし、でイメージもガストつぶやいたの。ガストね、美味しいよね。ガスト美味しいよね。今日は元気だったかな、リア中元気に過ごしたかな。じゃあそろそろ終わります。クルちゃんルームで思い切りクルちゃんに出れとるよ。アズミンがあずってたよ。アズミンあずった？アズミンはあずったの？ステリアチはどうした？いや、そういうことか。仲良くしてください。仲良くしてみんなで。あずみね、あずみ愛しいよね。確かに。あずみん、あずみんともね、仲いいよ。あずみん、うん、ちょっと私、あずみんのこと守りたくて。アズミンがこう普段キャプテンだから言えないこととか、わかんない、なんかちょっと、なんかちょっともしかしたらガードしてることとか、うん、そういう面を私はなんとかしたい。
うん、あずみん多分そうちゃんとね同期にねさらけ出してると思うけど、本当のあずみんを知ってる人になりたい。結構自分本当の自分知らないって結構孤独だから。すごいな。すごいな。あずみんとも思うけど。気づいてあげれたりとか、そういう人になりたいな。という感じです。愛しいです。何かあっても守るよっていう感じ。あずみん確か和菓子とか好きなんよね。抹茶とか。抹茶のカフェ行きたい。うん、私のことは皆さんが守ってください。ありがとう。結局最後まで配信しそう。アイスも食べなきゃ。
日は早起きです。早起きです。夜配信は全然できますよ。最近何食べようかなと思うのがすごい幸せ。今日は何を食べようかなって。そう。何食べよう。明日は何食べようかな。コンビニのね、ロースカツ丼だっけ。あれめっちゃ美味しいね。あれはめっちゃ美味しいね。あら、セブンのです。味が染みてた。私は結構カツ丼だけの気持ちで行ったんですよ。そしたらなんか味が染みててびっくりした。あれ美味しいね。こんなに染みてるのかって。また美味しいのあったら共有します。そう、出汁が効いてる。でもお腹いっぱいになるよ。めっちゃしいですよ、コンビニは。素晴らしいですわ。でもほぼコンビニが多いからだいぶ味がほぼわかるように。一瞬さ、びっくり
ハンバーグのね、横にハンバーグの横についてるサラダ、ディッシュサラダみたいなやつがあったんですよ。で、私めっちゃ好きだから、そのサラダめっちゃ嬉しくて、やったーって思ったらすぐなくなった。再販を希望します。あれはどこ行ったんだろう。さすがに似てるなってなったのかな。という話でした。じゃんじゃん。かわいいね。ありがとう。というわけで、そろそろ終わりますわ。ありがとんかつ丼。ちょっと買った。釣りけんさん、みつるんさん、せいやんさん、のむさん、まさたろうさん、まいせんたん、神戸のひっきーさん、とっとりたろうさん、ファルコンさん、F 渋谷さん、りょうへいさん、南波のひさとさん、とるたろうさん、炭酸せんべいさん、あらせさん、みっちーさん、台湾のこうさん、きちねさん、ふじぽんさん、メガバイトちゃん、ケリーさん、ゆうきさん、まぼろしさん、ふたてさま、らくらくさん、さとけんさん、ゆいぞうさん、のぶさん、ねこのおかずさん、ぜいたんさん、こっぺさん、ときわさん、ロックオンさん、オーサムさん、ありがとう。よし、アイス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 が待っている。その後はお風呂に入り、早く寝よう。起きるのがさ、もうさ、起きるっていうのがさ、結構さ、なんか最近起きたくなくてさ、だから寝るときにはもう、あー起きなきゃって思ってる。ふんね、結局起きるのは起きたくないなって思いながら寝て、朝なって起きたくない、寒いってなってる。よいしょよいしょ。明日どうしようかな。服、別に撮影とかしないけど、
全然 SNS も撮るか、微妙。スクショタイム。目合ってる？やってる。いい感じ。すいません、ちょっと出ちゃった。投げキス。ニャーの方が難しい。難しかった。猫。この猫はできる。なんでだ、なんでだろう。にゃー、わかった。なんで猫してるんだろうって思っちゃう。猫の耳とかしてないのになんで猫になってんだろうっていうあれだ。だからだ。ワンワンも、なんでワンワンなんだろうって。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。すよー。早起きだ。二度寝。バイバイ。